長球は、弓の類型のうち、弓幹の長さが長大なものを指す。弓のもう一つの類型である探球が、遊牧民の騎馬球者などの形で、ユーラシア大陸内陸部の乾燥地帯で多く、用いられたのに対し、長球は、東アジアのモンスーン気候の湿潤地帯と、西ヨーロッパのメキシコ湾流の影響を受ける温暖な地域といわば、ユーラシア大陸の東西の局で発達した。 アフリカ大陸や南米アマゾンの一部の先住民族にも原始的な作りではあるが、長尺の弓が見られる。歴史的には日本の和弓とグレートブリテン島で発達したロングボーンがよく知られている。複合弓、現行資料館所蔵誕生時においては一本材の。それゆえ弓幹が伊手の身長ほどに長いものが登場する。 これは弾力に乏しい単独の牧畜材などを弓幹に用いながらも十分な長さを保持し弦を引き絞れるようにしたからである。つまり単位長さあたりの弓管素材がわずかしか湾曲できなくとも弓管自体が長大であればその累積によって弦を強く引き絞ることができ結果射程距離は長くなるのである。しかし一本材などの単構造では製造後の性能に バラつきが多く、数弓は、鎌倉時代以降に順次複数の木材や竹を、貼り合わせて、弾力や強度を増す複合弓に変化していった。結果、長級はそのままの形態で複合弓への道を、辿ったものが大部分となる。長級は、その長さゆえに、機乗車よりも不評による負荷に適しており、古今東西を問わず、古くから不評の武器として使用された。 百年戦争におけるイングランド王国軍のロングボウ兵の活躍などは一般によく知られるが、丸木弓の大きな弓を引くのは特別な力が必要であり、一部の選ばれた者にしか扱うことはできなかった。そのため、エドワード三世の時代には、ロンドン市民に対しに曜療及び休日には、ロングボウの訓練を義務付ける法令が敷かれた。続く、エドワード四世の地世では、 イングランド全域に拡大され、一定以上の年齢に達した、誰もが自分の背丈と同じ長さの弓を備え、技術を磨くように義務づけられた。日本では例外的に長久を発達させ、力のあるなしに関わらず引くことができる弓として、和弓を作り出し、なおかつ、和弓を馬上からの汽車に用い、 キューバの道と称する洗練された武芸を操り、ヤブサメなどの記者産物を今に伝えている。アジアにおける長久の起源に関する考察として、太平洋周辺の長大な弓の分布は、オーストロネシア語族の拡散域と重なり、また、中国南部の国古境古新石器時代遺跡から、世界最古の漆塗り丸木弓が出土しており、原種は弓を含めた、太平洋型長大級の共通素型とも、 考えられている。前一世紀の朝鮮半島からも国境遺跡の弓に類似した長大級が出土しており、これを素型として原始は弓が五世紀頃に普及し始める。同時期、半島と同じ形式の長首矢尻が共有されるようになったことから、対高栗、白木線に備え、弓と矢の統一を図ったものとみられる。西日本が長級なのに対し、 古代東北ではそれより短めなのは西日本が海外出兵とその文化的影響を受けたことによる差異だったとされる。和弓の場合、投資屋で一中夜者続けた上ズ第八郎の記録から1分間に9本いたという計算結果が出されている。ただし、上ズの場合、1万3000本の矢をいた総合平均から導き出された計算結果であり、後半は 体力的問題が加わっている。そのため、万全な状態で速射をした場合、その平均以上の記録は出たと考えられ、したがって、速射を意識した場合、ワユミでも1分間20本以上の矢は放てたと考えられる。至るところ、イギリスのロングボウも、ワ弓ミも6秒に1本以上いたという計算結果から、東西の長級の速射性に大差はなかったと見られる。また、 探求に対し、即射性が低いからといって、これが、長級の欠点になるかといえば、そうではなく、方言物語にもあるように、一志で二人を射抜く技量があれば、戦術上の脅威となった。方言物語の記述では、号級のあまりの威力に、尋常の技ではないと、多くの武士が恐れた語りがあり、たった一志でも優位性を示すことが可能だった。したがって、長級において、 いたや数が倒した人数に直結するものではない。ロング棒については、初期のマスケット銃より、威力はあったとされる。数弓に関しては、平家物語巻後の記述に、号泣の場合、五六人針で、鎧の二三両を重ねて通すと説明されている。この五六人針の信憑性は別として、武士が、大鎧の下に腹当てを重ねにしていたことを、考えれば、一両の厚さでは、 号泣の矢を防ぐことが難しかったのは事実とみられる。また、数弓の実験として、13から14メートルの距離からいた場合、厚さ10ミリのヒの利いた3枚を容易に貫通していることから、短距離からいた場合、縦3枚を並べても安全ではないことがわかる。縦の厚みの進歩からわかることとして、演技式が成立した時代では、早戸縦の厚さは1寸イコール3センチと、 記述されており、武士が発生する以前の弓ではこの厚みで防げたと考えられる。これが戦国末期の起き立てともなると厚さが4.8センチともなり、3センチ厚では武士の長久を防ぎきれなくなったことが厚みの変化からもわかる。これらのことから長久の威力は十数メートル程度の距離からであれば、ひな銃に劣るものではなかった。方言物語において、 源義家の伝説として語られていることに、金の浮き鎧を木の枝に三両かけて六重を、伊藤した、まあ、いければ、神の変化とぞ申しけると聞かせた上で、四、五両も重ねてきなければ、生き残れないと報告している記述がある。鉄卒の厚さを一枚一ミリメートルとして六ミリメートル厚の鉄板を射抜いたと文献では述べており、前述の厚さ数ミリの鉄製フライパンの貫通例を、 考えれば、誇張とは、必ずしも言えない。数弓に関する記述としては、上泉信綱伝の訓越衆に、弓は90メートル以上のうちに用いる武器だが、54メートル以上より、先は自分の技術が及ばないものとしており、16世紀の弓の時点、特に実戦イコール動き回る敵相手では、55メートルまでが狙っているものと記述している。 最大射程とは別に、武士があくまで事故の技量にこだわった記述と言える。近世、120メートル先を狙った33剣道の投資屋の場合、あくまで動かない敵であり、実戦とは、かけ離れている。軍機物であるため、誇張が考えられるが、土佐物語巻第13、かつ水の白没落のことに二人の弓の名手の飛距離について記述がある。 ツルツ丹波守という武士がいたが、ある時、数百人が乗った敵の大船が、ツルツの沖へ寄せてきた。丹波守巨城の上より、例の台球を持って、八丁イコール約870メートルばかり、沖の潜伏を横ざまに抜けば、潮が入って沈没し、敵は一人も残らず死んだ。このことで、丹波守は、コンタメともっと言われるようになった。もう一人は、 大高坂長戸上で大高坂区より小高坂城内へ内通寺があって、当屋をいたが、ちょうど小高坂の武士は食事中であり、メッシュ湾に当たった。領城の間は重要町イコール約1100メートルあった。江戸時代に改良され登場した弓原弓の最大射程は400メートル以上とされる。射程距離を弓の性能面からでなく、 精神面の影響から論じたものとして、オイゲンヘリゲル著の弓と禅があり、アワケンつくの語ったこととして、立派な相手は、注意の強さの弓でもって、魂のない相手が、最強の弓でいるよりも、遠くまでいるというのは、我々弓の師範には周知のことであり、そしてまた日々の経験によって確認されている事実です。ですから、罪は弓にあるのではなく、あなた方がいる時の、 精神現在にあり、活発さと覚醒状態にあるのですとして、号泣だからといって、遠くまでいることができるかは、いての精神問題であるとしている。ありがとうございます。